少しずつ。
足を下ろしていきます。で、体が全部倒れないかもしれないっていうと、ブロックを背中に使って、まあ、こういうふうに。で、まあ、ブロックに背中をこういうふうに持っていて、それがブロックで、こうして、体がしっかり倒れていく。
両方足が後ろに運んだら、お尻の位置を下げて、膝の方ですね。お腹をすぐ使っていきます。はい。そしたら膝を下ろして、うつ伏せ。足の甲をマットにつけて、肘を締めたら、吸う気でアップドッグ。しっかり上半身を持ち上げます。痛かったら、ちょっと。
仕事が、ギュッと作らずに優しく柔らかい口元にしていきます。